キャリー・ダウメリー・メディアを再生する最後の警告本編字幕なし最後の警告とは1928年公開のアメリカ合衆国のミステリー映画監督はパウル・レニ出演はローラ・ラ・プラント・モンタギュー・ラブ・マーガレット・リビングストンニューヨークのブロードウェイで看板俳優が本番中に開始するしかし死体は消失5年後 当時のスタッフキャストを集めて再演することになり、リハーサルが始まるが、幽霊の仕業としか思えない、怪奇現象が次々に起こる、というストーリー。ユニバーサルモンスターズの初期作品のうちの一つにあたる。レニの1927年のヒット作、猫とカナリアの二匹目の土壌を狙って、カール・レムリ率いる、ユニバーサル・ピクチャーズが制作。主演も、 猫とカナリアのローララプラアント。撮影は、主として、ロサンゼルスのオペラの怪人のセットを再利用して、1928年の夏に行われた。風切りはその年のクリスマスで、翌年1月に拡大公開された。パートトーキー版とサイレント版があったが、現存するのはサイレント版のみである。レニーは1929年9月2日に、 排血症で亡くなったので、この映画がレニが監督した最後の映画となった。評価は賛否両論で演技と撮影は称賛されたが、一貫性のないプロットと陶器である必要のないサウンドは酷評された。猫とカナリアのヒットに当て込んで姉妹編として企画され、監督には同作のレニを起用した。原作はトーマス・カイ・ファロンの同盟儀曲で、 1922年10月24日から1923年5月にかけて、クロ劇場で238回ロングラン、公演された。なお、この戯曲の元になった、小説、ハウス・オブ・フィアーの作者チャールズ・ワズ・ワース・キャンプは、マデレイン・レングルの父である。猫とカナリアに出ていたローラ・ラ・プラントが主演。クランクインは1928年8月。使用されたセットは、 ロン・チェーニー主演のオペラ座の怪人のセットでカリフォルニア州ユニバーサルシティにあったアメリカンフィルムインスティチュートによると1929年1月6日にニューヨーク市で公開しかし前年のクリスマスにミズーリ州チリコシーカンザス州マンハッタンなどで特別選考上映が行われた公開にはサイレント版と悲鳴や絶叫など効果音が 部分的に入ったムービートーン版の2つが使われた。しかしサウンド版は現存していない。1939年にヨーエマイ監督がザ・ハウス・オブ・フィアーのタイトルでリメイクした。ありがとうございます。